専用車について、はい、はい、今回はね、川口駅の件、そう、川口と、女性専用車の件について向こうの副長さんからちょっとびっくり、初めて聞く発言があったので確認、共通認識かどうか確認したいんですけど、メモってきたんですけど、女性専用車の設置目的なんですけど、混雑が不快に思う女性のお客様がいるからっていうのは JR の共通認識か、女性専用車設置目的。混雑だけではないと思いますけれども、まあ、それが一つ入っているのは間違いない。マジですか。あ、じゃあもう終わりです。やばいなと思って、これを理由にするんだったら公共交通機関って平等公平さ担保しなきゃいけないのに、混雑が嫌なのは女性だけじゃないのに、じゃあすごい話だなと思って、いや、これを否定しないんだったらば共通認識なんですよね、JR として。あの、それは川口駅で確認をされた内容なんです。そう、副長さんの川口駅誰に確認をした？足立さんです。足立という副長に確認して、はいはい、こちらからも確認をさせていただきます。はい、してください。あ、早くあのウェアブルカメラを早くつけていただきたいですね、お互い確認できるように。何2キロニュースであったので、あのね、JR 東日本あの主要駅のその対応する係にウェアブルカメラをつけるって。え、もうニュース見てないですか？もう通達とかないんですか？昨日のニュースなんですけど。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。昨日ニュースで夕方ニュースあって、あ、いいなと思ったんですけど、あのちょっと録画していただければ発言が一体はならないじゃないですか。もしかしたら足立さん白を切るかもしれないなって今思ってるので、びっくりしました、はい、ただあなたも肯定するってことは、まあ、そういうことなんだろうなと。会社全体の方針としてそういうふうに言ってる、まあ、確認はさせていただきます。発言の確認はいいんですけど、そういう共通認識なんですよね。まず確認はさせていただきます。あ、共通認識でっていうことですね。